じゃあもうこっちも始めちゃって、で、伊藤さんシェアしていただいて。はい。はい。って感じでやりますと。はい。今日のゲストは、めぐみさんです。めぐみさんって、ひらがななんですか、はい、あ、そうなんです。もともとあの、ひらがななんですよ。素敵。はいはい。いや、生まれがもうちょっとひどかったので、親が多分この子は頭は良くないと思ってひらがなにしたって言ってました。そんな理由そんな理由でした。はい。まあでもね、ひらがなって一番こう最初に学ぶからみんなすぐ書きますね。確かにそれはありますよね。さて、今、Facebook ライブ始めましたんで。はい、じゃあもう少ししたら出るんですかね。あ、もう出てますよ。あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、はい、お願いします。私のところに出てこないぞ、スティアスさん。あら？このフェイスブックでいいんですよね。そうです、そうです、これです。なんで出てこない？あ、出ました、今出ました。出ました。これあ、そうだ。これまだシェアできないんで、ちょっと。あ、あ、はい。はい、これできるはず。そうしよう。はい。はい。はい、投稿されました。はい、ありがとうございます。あ、こちらこそ。はい。はい、お願いします。お願いします。社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。なんと2週明けの生放送になります。皆さんお久しぶりでございます。お元気でしたでしょうか。この2週間は FM 技能1のスタジオリフォームによってまして、再放送で、生放送ではなく、再放送でお届けをしておりました。ですので、2週ぶりの生放送です。なんか2週間空くと、めちゃめちゃ緊張するな、なんでだろう。なんかちょっと不思議な感覚で、まあ今週火曜日にですね、ちょっとこう、ピンチヒッター的な感じではあったんですけども、まあ、キウ名古屋さんで、火曜日10時から1時間、滑り王子マスクマンと、滑り税理士山中さんと、一緒に生放送でお届けさせていただいたんですけども、まあ、それ、ぶりではあるものの、なんかコンビニラジオ久々なんで、ちょっとドキドキしながら、生放送の時間を迎えました。今日も9時56分までお付き合いください。さて、今日も素敵なゲストの方をお迎えしておりますので、ご紹介していきたいと思いますが、この番組は FM 技能ワン、そして、リスンラジオでは、どこでも、お聞きいただけます。それからですね、ツイキャスライブ、YouTube ライブ、そして私の Facebook ライブでは動画を配信しております。今日のゲスト、伊藤めぐみさんへのご質問ですとか、コメントなどありましたら、ぜひぜひ、ツイキャスライブ、もしくは Facebook ライブの方でお寄せいただければ、私の方で随時ご紹介していきます。ということで、早速本日のゲストの方をご紹介していきましょう。本日のゲストは空間コーディネーターの伊藤めぐみさんです。伊藤さん、伊藤さんでいいですか？はい、あ、どちらでも、下の名前でも、どちらでも大丈夫です。なんか今、はい、めぐみさんって呼びたくなっちゃったんで、めぐみさんって。はい、めぐみさんで。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ改めてめぐみさんよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日ご出演ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。いや、今日も素敵なお姉様がゲストで来てくださってるので、ちょっとドキドキしております。ありがとうございます。じゃあ、空間コーディネーターというお仕事をされているのなんですが、はい、ぜひ、まずめぐみさんから自己紹介お願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。はい、私はですね、富士山のふもとの富士宮市というところで生まれまして、それで、今はですね、30年ほど前に、静岡市というところに嫁に参りまして、今静岡市からお届けをさせていただいております。はい、ありがとうございます。ポカポカで暖かかったです、静岡は。静岡って暖かいですよね。暖かいです。だから本当根性がなくて、常に
常に暖かくて、はい、ゆるゆるしてるんです。はい。ですね。私、ちょっと余談ですけど、伊豆に家があるんです。そうですか。いいとこですね。というか、はい、うん。今誰も住んでないお家があるんですけど、はい、そこもやっぱすごい暖かいなと思って、はい。こんなあんな静岡って暖かいんだろうっていうぐらい暖かいです。そうなんです。だからもう本当に根性のない人間が多くてって言ったら、他の静岡の人に申し訳ないので、私はそうなんですね。はい。なんですけどね。はい、仕事といたしましては、はい、空間コーディネーターとね、先ほど安さんに紹介をしていただいたんですけれども、はい、店舗様ですとか、そうですね、会社様の中ですとか、そういったところを、まあ、ご要望があれば風水を使って、飾らせていただいて、運気アップですとか、集客アップといったところにおつなぎさせていただいております。あるいはですね、明日もあるんですが、結婚式場ですね、さんと契約をさせていただいて、お客様の結婚式の総括などをやらせていただいております。はい。すごい。まさに本当に空間を作るお仕事。はい。はい、そうですね。はい。しかもそういう人生のなんか華々しい瞬間だったりとか。ありがたいですね。一番幸せの絶頂期にいつも出会わせていただいています。あ、素敵だな。なんかちょっとその辺もね、いろいろ今日お話を伺えたらなと思っております。はい、今日のゲストは空間コーディネーターの伊藤めぐみさんです。まあ、ここから私も引き続きめぐみさんと呼びさせていただきます、ね。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ツイキャスからコメントいただいてますね。名古屋のダンサーズさん、ありがとうございます。お疲れ様です。先日は、キユ名古屋ウェブセミナー、そっか、ウェブセミナーか。ありがとうございました。こちらこそ、貴重な機会をありがとうございました。隣同士に滑りなんとかがいるっていう不思議な空間でしたけれども、なんとか1時間楽しく終えることができました。ありがとうございます。そして滑り勢者違えた、山中智文さん、さやかさん、めぐみさん、こんばんラジオってなんか最近持ち始めたなこんばんはを、はい、ありがとうございます。なんかもう早速滑ってる感しかないんですけども、コメントありがとうございます。はい、ということでめぐみさんのお話に戻りましょう。引き続きねコメントぜひぜひお待ちしてます。今日なんかコメントが落ち着いてる感があるんで、きっといつも聞いてくださってる方はこっそり聞いているか、もしくは聞いていないか、どちらかですかね。はい、ありがとうございます。まあでも本当に聞いてくださってる、見てくださってる皆様、本当にいつもありがとうございます。2週間ぶりの生放送をお届けしてます。さてさて、めぐみさんのその空間コーディネーターとしてのお仕事、本当にありとあらゆるところでその空間を作るとか、はい、オフィスもそうですし、はい、そうですね。さっきおっしゃってたお店。はい、はい。はい、あと、ご自宅、その自宅、そうですね、自宅も、やはり、まあ、オーナー様なんかは、特に自宅を整えることがすごく大事になってくるので、ご自宅などは風水などを鑑定させていただいて、整えさせていただきます。はい。すごい。はい、風水との組み合わせって、はい。なんかすごく、まさにその空間とか、はい、場所の、あ、そうですね。どこに何を置くと運気がある。はい。そういうやつですよね。あ、そうなんですけど、まあそんな難しくなくてですね。はい、要は、余分なものを置かないっていうのがまず大前提なんですね。まあ一番大事なのはやっぱり断捨離とお掃除っていう、こう空気の通り道がこうぶつかってばっかりいると、やっぱりこう元気がどんどんこう、いいね、空気がどんどんぶつかっていくとなくなっていっちゃうっていうイメージなんですけど、なので断捨離と、まあ、まずはそうですね、本当お掃除っていうのを大前提にして、あとはまあその方の、生まれた年から、なんていうんですかね、陰陽五行ってよく聞いたことあると思うんですけれども、うん、すごく運気のいい色だったり形だったりとかいうのがあるので、私のやってる風水はこう結構高価なものを置いてくださいってのは一切やってないんですね。本当に身近にある観葉植物とか、絵とか、もう LED キャンドルとか、まあ、そういったもう本当に近くにあるものでいいですよっていう、色と形だけを整えていただければ、はい、問題ないので。で、特に玄関をやるとだいぶ変わると思います。ああ、玄関はやっぱり家だったら、もう本当に一番最初に入る。はい、
場所ですか、ね、そうなんです。まあ、人間の口で言うと、まあ、東洋医学の先生なんかこの人体も、まあ、風水みたいに例えるんですけど、口の部分が玄関になるんですね。なので、口がやっぱばい菌入ると、家中ばい菌になっちゃうと。あ、怖い、怖い。イメージ的にはそんな感じで、やっぱり玄関とか、まあ、会社で言ったらエントランスっていうのを整えるのが、とても大事かなって思いますね。まあ、確かに、うん、まさに、なんかやっぱ玄関が汚いと、うん、その運気が逃げるとか、うん、入ってこない、いい気が入ってこないとか、うん、やっぱよく聞きますし。はい、そうですね。はい。方法的なものもね、風水だと結構あるって聞いたことがあるんですけど、はい。そういう方角って言っても、さすがに玄関をじゃあ変えましょうっていうわけにいかない。そう、難しいんですよね。変えるわけにいかないから、はいはい、その今ある状態で、より良くなっていくためのご提案。あ、それ。そうなんです、そうなんです。もうそんなね、いろいろ動かすのも無理だし、周りの景色も動かせませんので、もうより今ある現状の中で最善を尽くすっていう感じですよね。うん、なるほど。なんかいいですね。その、なんでしょう。いきなりね、こう、バッと全部変えるってすごい勇気があるけど、うんはい、ちょっとずつ変えてみる。ここだけ変えてみる。そうです。はい。こういうちっちゃいご相談でも乗る。あ、もう全然、はい。とりあえず玄関マットを色を変えてみましょうか、みたいな、もう本当そんな感じで、全然 OK です。すごい。ね、何よりもその気持ちが大事なので、私は言われた通り、運気のいい色に変えたっていう、その、変えたぞ、これで良くなるぞっていう、そのワクワク感が、やっぱ気に乗るので、うん、そこがすごい大事ですよね。確かに、うん。そうですね。はいはい、やっぱ、その気が、気の持ちようがね、うん、なんか、そうですね。ちょっと、マイナスオーラムンムンの状態だと、悪いものを引き寄せるのと同じような感じで。そうですね。だからなんかこう、普段やらない雑巾がけなんてやっちゃったりなんかすると、ちょっと気持ちよくなったりとか、ね、やっぱピカピカにエントランスがなったりすると気持ちがいい。それが、まあ、いい方に行く、みたいなイメージですよね。そういう、うん、まあ、アドバイスとか、実際の作業なんかも、あ、そうですね。はい、そうです、そうです。あ、すごい。なんか、空間を作っていくお仕事というか、うん、まあ、空間を作っていくことって、結構、私も興味がある、はい、はい。なんですよ。まあ、オフィスもそうですけど、なんか、あんまり、その、やっぱ、物を置きたくなくて。素晴らしいです。でも置いちゃうんですけどね、物増やしちゃう、ね、いやいや素晴らしいです。でも本当そうですよね。必要最低限が一番いいかな。必要最低限だなって思うんですけど、うん、気がついたらいつもすごい物が増えてて、はいはい。空間をその物が占めてるんですよ。うんうんうん、だから、私も、2月4日からね、こう新しい年度というか。変わりましたね。はい。で、うん、で私も今年はちょっとこう整理をする年。素晴らしい。はい。出てたので、早速断捨離したんですよ。あ、素晴らしいです。はい。それだけでちょっと心が、なんか、ウキウキしたというか。そうですよね。すっきりしましたね。空間がね。そうそう、すっきりして、すごく広がったような感じがあった。はい、はい。なんかそういうのから、なんかやってみるだけでも、だいぶ違うんだな、うん。そうですね。はい。だからそこに、うん。あ、どうぞ。あ、なんかもう、どっからやったら どっからやったらいいんだろうって迷う方は、お家は、下駄箱からやるといいと思います。へぇ下駄箱の中ってあんまりこう、ほこり取ったりとか、砂出したりとかってしないですよね。しない。ですよね。でもやっぱ靴の裏って、いっぱい外は一生懸命歩いてくるので、いろんな運気を吸ってくるので、靴の裏って結構大事なんですよね。そう。なので、一回全部やっぱ出して、日に当てて、はい。うん、で、靴箱にダッシュできる方角に、つま先をだから外側にこう、下駄箱開けた時に、つま先が見える方向に置いてあげるといいんですね。一足一足。そうなんだ。開けたらダッシュっていう。方角っていうんですかね。ああ、はい。そういうふうに言うんだ。あ、開けたらダッシュ？はい。開けたらダッシュする方角に靴を入れてあげると、つま先を、前の方に向けるといいんですけど、日本って、学校の靴箱がね、そう、どうしてもこう、かかとを持って、かかとを、そうなんです。その癖がついてるんですけど、本当は逆の方が、
勢いが良くなりますね。そうなんだ。あ、なるほど。その前進して開けたら、そうですね。もうこう出てくるっていう。そうですね。靴の置き方一つでそんな変わるんだ。そうなんです。だからすごいな。履いてる靴は捨てるっていう。あ、え、捨てる？あ、もう履いてない靴は捨てるってこと。あ、履いてない靴か。うん、うわ、はい、まあ、それも断捨離ってことですね。あ、そうですね。はい。できるだけスッキリですね。そっか。なんか気がついたらやっぱ靴も増えてて、うんうんうん、で、ね、やっぱその服装に合わせて、そうですよね。女性とかだったら、女性は、はい、スカートがあったり、ヒールがあったり、うんうん、靴があったりとかって、うんうん、あとサンダルがあったりとか、そうですね。気がついたらいろんな種類のものを全部、はいはい、でも私なんか超無頓着だからあんまり言いたくないんですけど、結構なんか靴の上に靴とか置いちゃう時とかあるんですよ。やっぱり靴の上に靴って、はい、女性はやっぱどうしても多くなっちゃうのでね。そうですね、はい、そうですよね、うん、あ、でも使わない、まあ、服も一緒ですけど、使わないものはもう思い切って、はい、てそうですね、はい、服も着ちゃえばもね、うん、そうですね、服なんかも一年着なかった服は多分二度と着ない服なんですね、本当はね。そうかも、うん、でもなんか、いや、着るかもって思っちゃうんですよね、どうしてもね。そう、うん、これはなんかあの時に結構お金使って出して買ったしなとか。そう、そのとおりですよ。高い服はなかなか捨てられないですよね。そこをこう思い切って捨てると、なんか空いたところにいいものが、幸せが入ってくるので、そこがね、そう、結構大事なんですよね。開けないと何も入ってこないんですよね。ギチギチに詰まってるとね。そうなんですよ。入りたくても弾かれちゃうので、開いてるとスッとこういいものが入るっていうね。はい。開始15分でなんかもう、早く家に帰って、今ちょっと事務所からなんですけど、すぐ家に帰って断捨離したい気持ちに駆られてますよ。いやいやいや。多分聞かれている方もそう思ってるんじゃないですかね。なんかこうドキッとした方も多いんじゃないですか。ご自身のお家とか、自分がいる空間とか、ぜひ見ていただいて、ああ、なんか物が多いなと思ったら、ぜひ明日断捨離をしていただきたい。はい、ぜひぜひ。はい、そうですね。はい。気がぶつかってね、弱まっていなくなるって、すごい話だなと、思ったので。そう、あとね、段ボールが結構パワー持ってまして、マジですか？もう、そう、今のね、あの時代って宅配が多いので段ボールが溜まりやすいんですけど、無造作に段ボールを置いてあると、まあ、ここ段ボールを置く場所って決めてあれば全然いいんですけどね。こうもう、アマゾンからとか来たのやつを、そのまま段ボールだけボンって置いてあると、めちゃめちゃ段ボールは、いいものも吸いますし、悪いものも吸って溜めときますので。やば。パワー強い。パワー強いですね。結構段ボールはちゃんと、すぐ畳んで、こう外に出すとか、はい、捨てに行くとかした方がいいですよね。そっか。定期的にちゃんと捨てて、まあ、できるだけ段ボールを少なくした方が、うん、そうですね。大きいとか、他の空間では。そうですね、思いますね。うん、ダンボールはすごいパワーを持ってるっていうそうですね、パワーは強い、うん、はい、なるほど。いやーとね意外とダンボールあるんですよね、うん、そう、あります、あります。やっぱりなんか、うん、そう、本当配送サービスを使ってると、うん、1週間でほんと複数のダンボールがたまるんですよね。そうですよね、うん、なんかうちとかだったら、まあなんかこんな個人的な話ですけど、月曜日、はい、毎週月曜日、段ボール返してくれるんです。あ、はいはい、でも親切ですね。うんうんうん、でも、忘れるんですよ。そういうことですね。出るし、なんか、出るのが、家を出るのが遅くなると、もう、回収してもらう。寝ちゃってて、待ってるってことがよくあるんで。なるほど。じゃあ、愛しちゃったよ。またそう、同じ、翌週に同じことやっちゃって。なるほど。あるあるですね。あるある。はいはい。常に綺麗にしておくっていう、その意識と行動が大事ですね。うん、そうですね。はいはい。いやー、すごい。なんかもう本当にこの、なんか4分の1ぐらいの時間で、私、すごい学びを得てますけど。そんなこと。いかがでしょうね。はい。
ちょっとコメント読んでいきます。カープボーイさん、さやかちゃん、皆さんこんばんは。今日は少し肌寒かった。本当ですか？沖縄寒いんですね。昨日あんなに暑かったのに気温差がひどすぎるし、火曜日びっくりしたと。火曜日何があったんだろう。そういうことですね。味噌煮込みスキーさんの生誕祭の話するみたいなこと言ってたのに、さやかちゃんと山中さんが出たしって。そう、あの時ね、味噌煮さんおめでとうって言おうかどうしようか、実はすごく迷って、んです。あ、ちょっとごめんなさい。キユ名古屋の番組に出させていただいたときに、うん、ちょっとどうしようかなって、なんか、みそにしさんおめでとうって言おうかなって思ったんですけど、まぁ、ちょっと私もいろんな思いがあって、個人的におめでとうを言わせていただきまして、まぁ、今改めてちょっと電波に乗せておめでとうを言いたいと思います。みそにさん、お誕生日おめでとうございます。ということで、ありがとうございます。そして、田中一郎さんですね。今日、伊藤めぐみさんをつないでくださった張本人ですが、このコンビニラジオではピカピカという名前で有名になりました。ピカピカさん、こんばんは。よ、めぐみさんにさやかさん。なんか変な会議をしてるの、これ。今日は美人お二人で華やかだね。もっと言ってください。はい、ありがとうございます。一郎ね。一郎ピカピカ、ありがとうございます。ピカリンでした。はい、ということで、あ、ピカリン、そう、ダンサーさんがピカリンってコメントしてます。ありがとうございます。はい、ピカリンがね、なんか、本当にたくさんの方を紹介してくださって、まあ、めぐみさん、今日は、つないでいただいてご出演いただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、前半といいますか、前半の、まだ前半続きますけども、空間コーディネートの中の断捨離っていうところがちょっと手にあって、今お話を伺っておりました。まあ、実際にはそういうお家のアドバイスももちろん、風水という観点がされているということなんですけど、はい、実際にはもっとその結婚式場で最初におっしゃってたように、むちゃくちゃ大きい空間もコーディネートされてるんですね。はい。カーディーラーさんをさせていただいたりですとか、あるいはその結婚式場さんのそのゼクシーの撮影なんていう時には、ちょっとこうね、空間を華やかに飾ったりですとかですね、フェアの時とか、そんなことの時には、はい、大きなことをやらせていただいております。ゼクシーの撮影で写真あ。映えする、そうですね。ちょっと盛ったっていうんですかね。はい。通常よりも盛った感じで、はい。飾らせていただいてってことですね。やっぱ一生に一度のことなので。はい。ですね。そういう、なんか、活動が、そうやって紙面に残ったりとか、写真で残ったりとか。はい、もちろん、この当日、結婚式当日で、はい、飾られた空間っていうのは、参列されている方々の記憶だけじゃなくて、はい、ちゃんと映像とか、はい。そうですね。考えてみれば、そうですよね。みんな残ってますよね。ずっとそのデータとか、まあ、現像ってこともあるかもしれないので、それが残る形に残る限りと、そうですね。作品として。そうやって考えるとありがたいですよね、本当に。すごい。なんか形に残るお仕事っていうか、まあ、実際には終わった後バラしちゃうと思うので、はいはいはい。残らないとは思うんですけど、ええ、そう写真とか動画っていう中に、そうですね。残るっていうのは本当に素敵だなって思いますね。そうですよね、ありがたいですよね。本当に、もう終わるまで毎回ドキドキなんですけどね。大丈夫かなって、お客様の頭の中のこの思い描いている映像と、私が作ったこれがマッチしてるだろうかっていうのが、とってもやっぱり、不安な時もあるんですけど、ただ、ここ10年、まあ、そうですね、10年ぐらいはやっぱ、携帯とかインスタグラムがすごく、もう流行るようになってからは、映像で皆さん打ち合わせの時に、こんな雰囲気がいいんですって見せてくださるので、すごく安心しますよね。はい、ああ、もう分かりましたって感じでできるんですけど、そういったものが一切携帯もない時代からやっているので、その時はもう本当にヒアリングだけなので、はい、お客様の頭の中と私の頭の中合ってますみたいな感じなのが、やっぱいかにそのヒアリングをお客様の性格を読み取って、あ、可愛いのが好きなのかな、スタイリッシュなのが好きなのかなっていうのを、こう、絵で見せることができなかったので、もう本当にその場でデッサンして、こんな感じですか？こんな感じですか？っていう感じの、打ち合わせが当時は当たり前だったんですけど、
今は楽になりました。なので。すごい、うん。もう、まあ、先ほどお伺いした話で言えば、もう25年ぐらい。そうですね。25年ぐらいこの仕事をしているので、本当時代は、はい、変わりましたね。始められた時と今とでは、はい。だからもうドライフラワーを結婚式場に飾るなんてことが、その当時はもう考えられなかったと思うんですよね。そうなんだ。それやっぱり、なんですか、そのドライフラワーの性質的に。そうですね。こう、イメージ的にその昔の人の考え方って、やっぱ死んでる花みたいな言われ方をしていたりとかもしたので、その枯れ枯れの花を置くのっていうのは考えられなかったと思うんですけど、もう今はおしゃれに、やっぱドライフラワーを飾るっていうのが主流になってますので、まあ、もちろん生花がね、一番多いですけど、はい、ドライフラワーももう負けじと、本当に大人気ですよね、長く。はい。なんだ、すごいな。なんか、私もたまに、もう、本当にたまになっちゃいましたけど、はい、そういうお式に呼んでいただいて、うん、はい、なんかすると、確かに成果も多いですけど、はい、成果じゃなくて、やっぱりちょっとしたそういうドライフラワーとか、ね、まあ、増花をうまく。はい、増花もね、ね、もう今後ろに飾って、あ、置いてあるのが、本当に増花とドライフラワーですけど、はい、増花もこうやって触らないとわからないくらい、質が今いいので、うん、もう増花も本当にいいですよね。確かに、うん。枯れないし、そうですね。売れないですしね。はい。なので、終わった後、そのままお宅に持って帰って、飾れるっていうのが、その空間に置いてあったものが、ずっと思い出で飾れるっていう意味では、増花とかドライフラワーとか、プリザーブドフラワーっていうのは、すごくやっぱ喜ばれる一つの原因かなって思いますよね。うん、確かに、いやー、すごい、すごい素敵な空間をきっとこう作り上げられるんだろうなと。思うんですけど。ありがたいですね。本当におめでたい席に、もう毎週毎週立ち会えるっていうのは、本当にありがたい仕事だなって思いますよね。でもね、実際にその、なんか、まあ多分、式場に朝一とか、はい、ちょっともっと入って、はい、一つの、まあ空間の大きさにもよると思うんですけど、はい、例えば、なんかその、結婚披露宴会場を飾っていく空間を作っていくのに、はい、どれぐらい、平均的にどれぐらいの時間で完成するの？大体そうですね。まあそうは言っても、ちゃっちゃちゃっちゃとやらないと、来てしまうので、90分ぐらいです、私は。はい。90分でできちゃう。で、全部そうですね、飾ります。はい。ですね。これはなんか業界水準的には結構早い。いや、もっと早いと思います、皆さん。1時間ぐらいだと思います。うわ、そうなんだ。うん、まあでもあれですよね、その飾り付ける量だったりとか。そうですね、それももちろんありますよね。はい。ね、うん、1時間とか90分で、すごいこう広い空間を。そうですね。ちゃっちゃちゃちゃ飾って。ね、実際その飾り付けされるときって何人かで、エイヤーで感じますか？あ、そうですね。一人でやるときもあれば、やっぱり3人ぐらいでやるときもあればっていう、その規模によってって感じですね。うん、すごい。まあ一人でも3人でも相当少数制で。ねえ、ね、時間をかけずになるっていうのは、うん、本当に並々ならぬ、努力というか、ご尽力。でも本当、もう一つとして同じものがないので、楽しいですよね。本当にね、飾ってるとき。すごい、うん。なんか最近の、なんかこういう、はい、こういうトレンドみたいななんかあるの？飾りの、はいはいはい、なんか、なんていうんですか、流行りじゃないですけど。そうですね。こう、もう、後ろに置いてあるパンパスグラスって、この炎ある。これはもう、5年間ぐらいずっと人気ですかね。そうなんですね。はい、あと、色で、うん、うん、あ、どうぞ。うん、パンパスグラス。パンパスグラスって言うんですよ。パンパスグラス。はい、はい。ふわっとしてる。ふわっとしてる。はい。これはもう本当大人気で、色で言うと、まあ、去年あたりから人気なのがオレンジですね。オレンジって言ってもアプリコット系のオレンジっていうんですかね。うん。その前はちょっとくすみピンクとかがすごい流行ったんですけど、うん、今オレンジですね、すごくね。お花で流行ってるのが。
オレンジが流行るのは何か理由があるんですか？やっぱインスタグラムだと思うんですよ。なんか有名なこうね、芸能人の方の披露宴とか、なんかその持ってる花束とか、やっぱインスタでやっぱすごく多く出てるのがやっぱ流行るって感じですよね。で、またもっと多くなるみたいな感じですよね。オレンジでなんか有名人って言ったら、去年、峯岸、あ、去年じゃないか。去年？あれ？なんか、峯岸みなみさんがね。はい。あの、YouTuber の方と結婚してた、そのお写真がまさにオレンジ。ああ、そうですよね。あれ、すごい可愛かったな。なんかそういうので、結構流行ってくるので。ああ、なるほど。ね、オレンジ流行ってますね。明るいですしね。そうですね。元気な色なので。まあ、ただやっぱちょっとこう、大人っぽいオレンジって言うんですかね。ちょっとこう、くすんだ系の、あ、後ろにちょうどある感じの、ああいうオレンジとかが、すごい流行りですかね。動画でね、ご覧になってる方は、めぐみさんの背景に。そうですね。動画の方しかわかんないです、ね。ラジオなので、でね、見で聞いてる方はわからない。そうですね。ホット系から、ね、はい、そう、うん。うん。ちょっとくすみオレンジ。くすみ系のオレンジですかね。はい。なんかドレスなんかもそういったのがすごく流行っていますね。なるほど。うん、あ、そう、空間とそのドレスの色とかも結構合わせるのが、はい、大事ですね。で、今はあのソファーから選ぶんですね。何色のソファーに座るかっていう、ソファーも結婚式場が何パターンか持っていて、で、あのそこから一緒にお打ち合わせをしていくんですけれども、あのどんな、ま、ソファーでやりたいっていう方もいれば、まあ、昔ながらの高砂のことテーブルでやりたいという方もいるので、そこから一緒にどんな空間作りたいですかって言ったところからの打ち合わせなんですけど、やっぱりドレスの色はすごく大事ですよね。はい、うん。ね、あんまりなんかぶつかる色っていうのは見かけないかな。なんか、お宅ではその背景とかその飾りと同じ色でっていう人はそこまでは多くないかもしれないけど、まあ、でも、なんかある程度そのテーマカラーを決めて、そうですね。合わせていくっていう。そうですね。はい。はい。いや、なんかそういう風になってくると、本当に色の力というか。すごいですね。だからもう本当色の持ってる力って、本当すごいなって思いますね。うん。精神的にも。あのね、病院とかも看護師さんたちが昔は白い服だったけど、だんだんこう色のついた、ね、制服を着られるようになってるのも、やっぱりその精神的なところからっていうのも、色の持つ力を利用してるなんて言われたりとかもね、してますしね。うどんだ、そっかそっか、はい。大事ですね、やっぱり。はい、はい。うん。うん、いや、本当に、今日面白い話をたくさん聞けています。今日のゲストは空間コーディネーターの伊藤めぐみさんです。さて、後半ね、番組後半に入ってきましたけど、ツイキャスからコメントです。高坊さん、こんばんは。先ほどまでサッカー審判インストラクターのズーム研修会中でしたということで、お疲れ様でございます。お疲れ様でした。の審判インストラクターのズーム研修会っていうのがあるんだ。すごい。ありがとうございます。高保さんはね、高保のキックオフっていう番組を土曜日の夕方4時から生放送で30分やってらっしゃいます。サッカーのルールとか、審判員からの視点でね、語ってくださっている、面白い番組です。ありがとうございます。田中一郎さんから Facebook 来てます。実は個人的にはさやかさんとめぐみさんとは、お二人と知り合ったの、なんか変な日本語だ。お二人と知り合ったのは、4年前に、とある赤い組織の、なんか、言い方。同じフォーラムにお二人が同時に参加されてた時からのご縁なので、そうなんだって、私これ初めて知ったんですけど。初めて知ったんですね、それこそ。同じ空間にいたみたいです。今までお二人が繋がってないのが不思議でした。お二人とも覚えてないかもしれないけど。相変わらず、めぐみさんの背景のお花がおしゃれだそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。めぐみさんとさやかさんの色は何色って、なんか、質問来てますけど、これどういうこと？ん？どういうことだ？謎めいてますけどね。好きな色ってことかしら。よくわからないけども。
はい。なんか好きな色ってあるんですか、ちなみに。めぐみさんがつい使っちゃう色。はいはい、あ、私はね、白が大好きなんですよ。白なんだ。何も染まらない。そうなんです。ただその、四柱推命っていうのもやってますので、そうすると私の持って生まれた魂の色っていうのは、水なので黒なんですね。なので黒、水が黒。そうなんです。水の人は黒なんですけど、なのでやっぱ、はって気がつくと、洋服が黒とか、このグレーも水の色なんですけど、黒とかグレーとかっていう色が多いなって思います、自分で。気がついたらその色を選んでる。この色を選んでいる。安心するのかななんて思うんですけどね。ね、動画見てくださってる方分かると思う、ね、うん。今日の召し物のね、グレーがめちゃ素敵で大人だな。そうなんです。はい。なんか落ち着くのかもしれないですよね。うん、なんか、さやかさん、私、黄色っていうイメージが。今日、黄色の、はい。うん。アイブラウスを着てます。黄色ですか。なんか確かにオレンジとか、黄色とかって言われるかも。うんはいうん、ああ、なんかあれですか？あの、四柱推命とか見てもらったことありますか？四柱推命ありますけど、四柱推命のその結果は私は伝えられるスキルを持ってなくて、だってあの、いわゆる、あの、木火土金水、うんうん。あ、そうです、そうです。の、なんか。あの、火ですね。火。あ、だからオレンジが好きなんですね、オレンジが。ああ、なんか確かにオレンジの服とか、オレンジのもの、惹かれますね。うん、ああ。なんかちょっと惹かれちゃう。うんうん、好きなのは水色なんですけど。ああ、落ち着きたい。青。なるほど。なんですけど、落ち着きたいですね。でも、うん、そうだと思います、うんうん。なんだかんだで、つい選んでしまうのは黄色。うんうん、ああ、黄色。黄色。うんうんうん。土色。ちょっと変わった、はい。変わった色を、とか変わったものを結構好むので。いいと思います。だけど、あの、火の人っていうのはもうファッションセンスが抜群なので、おしゃれな方が多いんですよね、火の方ってね。だからだと思います。普通のものはあまり選ばないというか、あ、もう全然選ばない。黒とかはあまり選ばないと思います。もう選ばないですか、黒は。そうですよね。はいはいはいうん、ちょっと前まであったんですけど。あ、うん、あったんだけど、うんうん、なんか黒はちょっと強いなと思って捨てました。そうですね。あの、火の人は消されちゃいますからね、水にね。だから、黒を着ると弱るからいいと思います。そういうことか。なるほどね、うんうんうん。じゃあ、やっぱり合ってた。うん、うん、やっぱ合ってましたね。で合ってた、はいはい。なるほど、なるほど。うん、はい。魂の色、うん、そうですね。あの、木火土金水っていうのが、そうですね。あの、持って生まれた色って言われてるものなんですけどね。そんなものもこう教える方のスクールも昨年からぼちぼちと始めまして、もう年齢的にね、結構、はしごの上に登って、こう、天井の飾り付けするのがだんだんしんどくなってきまして、ちょっとね、次の、そうなんです、そうなんです。だから次のこともちょっとね、考えなきゃなーなんて思いながら、でも、すごい楽しくスクールもやっております。はい。そう、地上戦ですね、いわゆる。そうですね、うんうんはい。教えてるのか教えられるのかっていう感じで、本当に生徒さんから教わることもたくさんありますしね。はい。そう。なんかその風水を教えてみようと思ったのは、はい。やっぱ、あれですか、今お話ししてくださったと、もうちょっとこう、きっかけ的なところ、はい。そうですね。私がその空間コーディネートというのを、まあ、やって、で、まあ、20年、25年ぐらいなんですけど、風水は10年ぐらい前からちょっと興味があって、いろいろやり始めてたんですけど、あの、空間コーディネートっていう仕事の中に風水を取り入れる。そうすると、仕事の幅がガンってこう広がるんですよね。なので、いや、これはいろんな人に知ってもらった方が難しいことではないので、風水って。もうルール通りに統計学になるので、あ、みんな知ってやった方がいいよなっていうふうに思ったんですね。で、はい、そんな時に、まあ、調子よくやってたんですけど、あの、コロナが来まして、それで、まあ、結婚式の仕事が一旦ガンってなくなったんですよね。そうですよね。はい。で、しかも、その結婚式場も、あの、風水でちゃんとこう、やってるところもあったんですけど、
まあ、一つの結婚式場は潰れてしまったっていう結婚式場もありまして、はい、もうそれがもう本当にオーナー様に申し訳なくて、いや、ちゃんと風水でやってたのにって。ですけど、まあもちろんオーナー様はまあコロナで仕方がなかったよって感じでは言ってくれたんですけど、そんな時に台湾の先生に、あの、風水師の先生に出会って、あの、その先生は台、あの、風水と四柱推命を一緒にやって、まあ、風水で気を整えたら、今度は、四柱推命でバイオリズムですね。時っていうそのタイミングっていうのを読まないと、やっぱり、あの、いくら風水で整えていても、なかなかこういい波には乗れないんだよってお話をしていただいて、あ、よし、じゃあ今、ちょうど時間ができたし、コロナで仕事が薄くなって、学ぼうっていうことで、2年間ですね、はい、あの、うん、まあ、もちろん中国語全くわからないので、そうですよね。通訳を、はい、あの、入っていただいて、ズームで、あの、学ばせていただいて、はい。それで、あ、なんか教えるのも面白いかもしれない。みんなに知ってもらったらもっとすごいなって思って、とにかく今、あるご職業にプラスオンをしてもらいたいっていう感じなんですね。なので、あの、美容師さんですとか、エステシャンの方ですとか、もちろん不動産屋さんの方とか、皆さん、何かご職業をやられてる方が、圧倒的に、あの、多いです。風水師になりたいです、みたいな人っていうよりは、今、ご、事業をやられてる方が、プラスオンで、あの、自分の事業をこう広げるっていうために、あの、習いに来てくださってる方がすごく多いですね。はい。もう確かに、風水を取り入れることで、うん、はい。その色とか、うん、はい。本当に最初に言ってくださったような、うん、なんかこう断捨離とか。あ、そうですね。はい。様々な観点で、うん、うん。活用しながら、はい。はい。ここまた、なんて、色鮮やかな、それこそアドバイスが。うん、そうなんですよね。サービスが提供できる。はい、はい。ね、その美容サロン系のオーナー様なんかは、もう元々1対1で話すスキルっていうのはものすごい高い方が多いというか、で、もう、あの、お手入れしてる時もずっと多分お話ししながら、お客様を癒すっていう天才なので、そこにその統計学っていったものをつけて、お客様の悩みに対して、まあ統計学的なんだけどねっていうことで、統計学的に言うとこういう風に出てるよなんていうのをちょっとアドバイスできたら、うん、もう本当にそういった意味でのお客様のリピーターに楽しみで、そちら楽しみでリピーターになってくださるっていう意見をいただいて、あの、美容サロンの女の方もとても多いですね。やっぱり。それこそこ美容室にね、それこそドライフラワーとか、うん、あ、そうですね。いろんな装飾をされてるサロンさん、はい、めちゃくちゃ多いですよね。そうですよね。やっぱもう美容室と思えないぐらい素敵に飾ってますもんね。うん、はい。でもそれで癒されますもんね、お客様も。うん、もう。それでもやっぱり風水をうまく使って。そうですね。はい、そうですね。はい。もちろんお客様へのサービス提供も。そうですね。はい、はい。なるほど。結構じゃあ、たくさんの方が学びに来られてるんですね。あ、そうですね。まあ、去年から、始めたばっかりなんですが、まあ、いい感じで、まあ、自分のちゃんと面倒が見れる範囲というんですかね。とてもとてもまだまだ、私もひよっこなので、講師としては、いい学びを教えられるっていうね、自信がついてるってところまでまだまだ行ってないんですね。ただ、じゃあ何が日本一できるかなって思ったら、フォローだと思っていて、とにかくわからないっていうこと、をなくすってことは、自分も一緒に勉強しながら、なので質問に対しては、もう暑苦しいぐらい、答えます。いや、これちょっと文字だと無理だな、LINE とかで返したら無理だな、わかんないな、なんて思ったときは、YouTube に撮って、編集して、はい、送って、わかって理解してもらうっていうんですかね。やっぱちょっとね、四柱推命の方は特に奥が深いので、この星とこの星があるでしょうなんて言って、文字でこうやってっても全然多分理解されないので、やっぱ動画に撮って、うん、こんにちはみたいな感じで返してるんですよね。すごい。めちゃくちゃ至り尽くせりっていうか、やっぱ視覚とね、その言葉で聞けると分かりやすいですよね。そうですね。なので、そこは努力で自分のできるかなって言ったところで、まあ、そんなフォローに熱いという
なんかそういうスクール作りたいなと思って、まだまだですけれども、ぼちぼち、はい、やり始めております。はい。それは、あれですか、ズームとかで遠隔からでも、はい、全部ズームですね。はい。なんで、あと、まあ、見られない方ももちろん、お時間に来れない方もお仕事しているので、全部アーカイブを残して、好きな時に、うん、見てくださいね、みたいな感じでやってます。はい、すごい、気になる。結構コメントいただいてまして、Facebook ライブの方からいきます。はい、中野さんからですかね。はい。ありがとうございます。風水でアドバイスいただき、部屋の中の配置を変更して、めちゃご機嫌に過ごせてますって。ありがとうございます。ありがとうございます。実際に、めぐみさんのサービスを受けている方ってことですね。はい、そうですね。はい、鑑定させていただきました。ありがとうございます。はい。お部屋ってことはご自宅なのか？あ、そうですね。はい。ご自宅を、はい、見させていただきました。はい。です。なんかいいな。ぜひぜひ、はい、鑑定させてください。はい。図面さえあれば、日本全国どこからでも、はい、できますので。はい。ありがとうございます。ふみのさん、ふみのようこさんからコメントいただいてます。はい、やさん、こんばんは。タイミングあって楽しく聞いておりますって。ありがとうございます。超嬉しい。ありがとうございます。伊藤さんのお話とても興味深いですと。風水と四柱推命を掛け合わせるときは、誰の四柱推命が軸ですか？家族や、はいはい、会社や家族だと自分以外の人がいるかと思いますし、気になりますか？はい。風水の場合には、ご自宅の場合ですね。ご自宅の場合は、中心となる方です。なので、まあ、大黒柱と言われてる人だったりだとか、あと、大事なことを一つ決めなきゃいけないときに、誰の意見で決まるのか、みたいな、その中心的な人の、生年月日で、風水のご自宅は見ます。で、会社の場合は、オーナー様の、生まれた年から見ます。で、四柱推命は個々ですね。個々で、はい、見ていきます。はい。個々でってことは、はい、家族が何人かいたら全員見る。あ、もう全員、そうですね。その全員やっぱり人生違いますので、四柱推命はその方のバイオリズムって言ったものですね。あと相性なんかは、やっぱ生まれたこの人の星と、だから親子関係なくも、子育て風水っていうのをずっと無料で3年間ほど、やっているんですけれども、どうしても子育てがこう、上の子はいいんだけど、下の子と馬が合わないとか、そんなお悩みの方は、大体見ると、まあ、生まれた星が初めからぶつかるところにあって、まあ、それは悪いわけではなくて、とても気づきを与えてくれる関係なんですね。だから、こう、お互いがお互いで、こう、成長していく感じなので、もう捉え方で育てにくいと思うんではなくて、成長させてくれてるな、この子は私をって思うと、こうちょっとね、育てやすくなるというか、はい。もともと同じ星で生まれてるような、親子関係だと、もう何考えてるかわかるから、すごくね、気があったりとかするんですけど、どうしても、先ほどのさやかさん、火で、私、水なんですね。なので、そうすると、もしかしたら、ちょうどこう、うまく合う方の関係かもしれないんですけどね。はい。やっぱそれは合わないんじゃなくって、持ってないものが、持ってるものってですね、持ってるものが違うので、ちょっと捉え方が違うだけなので、そこを説明すると、いや、絶対必要ですよっていう関係なんですよね。うん。あ、そういうのはやっぱり個別で見てと、うん。そうです、そうです。はい。その辺はもう個別で見ていきますね。うん。結構興味深いテーマですよね。うん、田中一郎さん、あ、めぐみさんの風水コンビニはどうですかって。風水コンビニ、風水コンビニ。風水コンビニ。どういうことだろう、どういうことだろう、風水コンビニ。ちょっと謎めいてますけど、多分。わ、うん、かんないな。風水コンビニ。私の解釈、コンビニを、なんか、より、例えば売り上げアップしていくために、なんか、まあ、あんまりチェーン店なんで、ブランディングがあるから、いじれないんですけど。うん、そうです。でも、こういう考えてると思います。多分、セブンイレブンの色とか、ローソンの色とか、ファミリーマートの色とか、なんか、コンビニも、多分もう入れてると思います。絶対。うん。うん、そうですよ。うん、もう、配置とか、そういうのも考えてると思います。風水で。うん。うん、なるほど。
や、考えていたらすごいな。うん、法的な空間ではあるんですけどもね。うん、はい、ありがとうございます。ああ、一応さんがナイスフォローできたから多分合ってんだな。フォローしたんだ、私。はい、ありがとうございます。藤巻豊さん。やすさん、お久しぶりです。めぐみさんが登場していて、目に留まり拝見させていただいております。ありがとうございます。両名のハイトーク合戦、素晴らしいですって。ハイトーク合戦。ハイトーク合戦だ。すごい。表現がまた豊かで。豊かさんだけに。ありがとうございます。ございます。はい。そして、ツイキャスからもコメントたくさん来てます。高坊さんね、審判員を指導する役割がサッカー審判インストラクターですね。確かにありがとうございます。沖縄大好きさんがこんばんはってコメントくださってます。ありがとうございます。それから山中さん、いつも黒選びますって、さっきの服。あ、はいはい。あれ、火だったと思うんだけどな、この方は。だからちょっとこう、いつも燃えすぎてるかもしれないですよね。それでこう落ち着くというか、いつも熱い方かもしれないですね。あ、いつも暑苦しそうにしてるかもしれないな。暑苦しいんですか。高坊さん、占い、おみくじとかけまして、沖縄の嘉手納普天間と解く、その心は、どちらも吉があります。あ、素晴らしい。あ、上手。すごい。はい。同じく高坊さん、風水とかけまして、おべんちゃらを言う人と解く、その心は、どちらも気が良くなります。ああ、すごいですね。すごいんです。めっちゃ整ってるんですよ。ありがとうございます。そして、沖縄大好きさんが山田くん3枚やろうって。山田くんです。ありがとうございます。金子秀樹さんですね。はい、こんばんは、コンビニってミニストップいきなりミニストップ。ありがとうございます。特にコンビニは、私はファミリーマートの出身ですけれども、どのミニストップも大好きです。ありがとうございます。山中智文さん、北枕は風水的にはいいって聞いたことがありますって。確かに、なんか聞いたことあるんですよ。そうですね。やっぱり、オタクを見て、北もいいところもあれば、逆に東がいいところもあればっていう感じで、八家と言って、やっぱり、オーナー様っていうんですかね、中心になる人から、通ると、やっぱいろいろ方角は違います。北ももちろんいいです。はい。なるほど。いいですね。同じく山中さん。風水×税理士で企業トータルサポート、なんか面白そう、にやりって。じゃあ、めぐみさんの講座を受けてください。ズームでやってるそうです。はい。無料講座を毎月やっておりますので、ぜひ遊び来てください。はい。ぜひ、お願いします。はい。あとはね、オフィスもぜひ見てもらってください。はい。見させてください。高坊さんが、今日お昼にミニストップに行って、ほうじ茶ソフトクリームを買いましたってコメントありがとうございます。美味しそうですね。うまいですよね。なんかやっぱ、ミニストップって、あれ、静岡ミニストップあります？あります。はい。ミニストップの、ソフトクリームってめっちゃ美味しいですよね。はい。どれも美味しいんですよ。ほうじ茶まだ食べてないから食べたいな。食べてないですね。へぇー。はい、はい。そして、名古屋から金岩さん、こんばんは、今からでって、いや、今からでも嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。一郎さん、さやかさん、火、めぐみさん、水、わかるって、ね、意味不、ありがとうございます。そして、ふみのさん、先ほどご質問いただいた、地中水銘とか、風水誰に展示したらいいですかっていう。はいはい、やさん、伊藤さん、コメントありがとうございます。会社や家のレイアウトを考える際にはオーナーが中心ということですね。はい、例えば、リビングは夫、この上の時は子供の地中水銘を中心に考えるものですか？地中水銘、家の中を見るときは風水なんですね。地中水銘は、ちょっと、個人的な人生のバイオリズムを見るっていうイメージなんです。なので、もしお子さんのだけの部屋をお子さんだけの、生年月日で見るってやり方もあります。家全体を見るときは中心の人なんですけど、このお子さんの部屋だけを見てほしいってときは、お子さんの生年月日を使って、お子さんの部屋をこう8方向に分けていくみたいなのをやるんですね。はい、すごい、はい、すごい、いい、ナイス質問、海野さんありがとうございます。同じく海野さんから、
伊藤さんは静岡のどちらですかってね、最初にお話をしてくださったんですけど。ああ、はい、静岡市になります。はい。富士宮が、富士宮出身ですね。出身の静岡市に嫁に来ましたって感じですね。はい。そうだそうです。静岡も広いですからね。横に広いんですよね。横に広い。もう新幹線まだ静岡かっていうぐらい。そうですね。ずっと通ってる印象がありますね。そうですね。横に長いですね。確かに。はい。真ん中ですね、静岡のね。なので。まさに真ん中ですね。はい、この前静岡、あ、夫が藤枝市です、はい。あ、近いです。近いです。30分ですね。車で。うん、うん、うん。この前藤枝まで行きました、そう。あ、いいとこです。はい。でも、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんね、コメント、ツイキャス、フェイスブックライブいただいておりますけれども、やっぱり風水とか、空間コーディネートとか、うん、はい、こういう話って結構皆さん興味深い方が多いんじゃないかな。ああ、うん、そうですね。皆さんやっぱ、ね、特にその2月4日から新しい年が始まったっていうことで、まあ始まったばかりですのでね、今年。はい。今こういう話すごい聞きたいって人多いかなって思います。はい、ぜひもっとお話聞きたい、めぐみさんのお話聞きたいっていうふうになった場合は、はい、どうですね、どこにアクセスすればいい、もしくは私に、そうですね、やすさんに言っていただくかあるいはFacebook もやってますので、ぜひ伊藤めぐみで大きい赤いお花を持ってるアイコンがありますので、はい、そちらの方でぜひぜひおつながりになっていただくのもありですしね。あとはそうですね、インスタもやってます。はい、インスタも、はい、おめぐみさんのめぐみが、ひらがな、はい、ひらがなです。はい、はい、して気になる方は直接ご連絡いただくか、はい、また確認していただければと思います。はいはい、お願いします。はい、ということで、はい、今日は、本当あっという間の時間でしたけれども、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストは空間コーディネーターの伊藤めぐみさんでした。はい。どうでした？とっても楽しかったです。ありがとうございました。よかったです。私も楽しくお話聞かせていただきました。はい、本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、パーソナリティ私、コンビニ社労士の安さやかでした。来週もまたこの時間にお話を伺っていきますので、またまたこの時間9時にお会いしましょう。ということで、このラジオは終わりますけれども、この後少しだけ Facebook の方でライブをやります。気になる方はぜひ Facebook ライブの方にお移動ください。ということで、めぐみさん本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも今日コメント、そして、あ、リンク貼ってくださってる。ありがとうございます、高坊さん。ツイキャスの方に、めぐみさんのリンク貼ってくださってます。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、今日もありがとうございました。また来週。ありがとうございました。